ちは、バランです。今日は夏を先取りしたワイヤーとレジンを組み合わせて作るひまわりのアクセサリーパーツを作ります。繰り返しの作業なので、コツさえつかめばすぐにできるものとなっているので、ぜひ見てみてください。今日使うものは透明のレジン液、アルコールインク、タカラネイルレジン着色剤ブラック、オレンジとマスタードです。それからレジン液と着色剤を混ぜる調色パレットを使います。それからひまわりの形を作るゴールドのワイヤーを使います。今回は少し太めのワイヤーで形を作っていきます。だいたい太さが1ミリぐらいのワイヤーです。15センチくらいの少し長めにワイヤーを切ったら、今回は筆を使うんですけど、ペンなどでも大丈夫です。ここが綺麗な丸になっていて、曲線がつけられるものだったら何でも大丈夫です。ここにこんな風に巻きつけて円を作ります。で、この真ん中を切ります。そうするとひまわりの真ん中の部分ができました。次に花びらを作っていきます。また15センチくらいに切ります。この切ったワイヤーを一度半分に折り曲げます。折ったらこの先っぽのところをペンチで潰します。こんな感じに潰れたら一度開きます。今度はさっきよりも少し細いペンを用意して、この曲線に合わせてワイヤーを曲げていきます。今回はここに合わせて曲げていきたいと思います。ワイヤーの間にペンを入れて、この曲線に沿ってワイヤーを曲げていきます。こんな感じで形ができたら最後にカットします。今までだったらこういったクロスしている場所を切るんですけど、今回はこの丸の周りにこの花びらを置いていくので、クロスしている部分よりも少し上のところを切っていきます。こんな風に花びらを並べていきたいと思います。なのでこの形の花びらをたくさん作っていきます。
あとはこういったイヤリングのパーツを後ろにくっつけてあげれば可愛らしいひまわりのイヤリングになります。こういった揺れる感じのピアスのパーツだとまたひまわりも耳元で揺れるので、これもまた可愛いと思います。あとはこういったリングパーツにくっつけてひまわりの指輪も可愛いかなと思います。指輪になったりイヤリングになったり、自分の好きなように最後仕上げていただければなと思います。ということで今回は夏らしいひまわりのパーツ作りでした。今までに何本かワイヤーとレジンを組み合わせたアクセサリーパーツを作ったので、ぜひそちらもチェックしてみてください。こういったタイプのアクセサリーが好きな方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画もぜひ見てください。ありがとうございました。